ハロー YouTube。 下回ってへんちゅん。貧乏症。からの飲みたいよこんな夜は。久しぶりやね。ワンカップ、ワンカップちゃう、まる、え、じゃあ月、ワンカップとくれば以下でしょ、夜店でしょ、はい、呼ばれます。ワンカップといえば夜店でしょ。はい、今日はこれいきます。見よう見まね、いや見てへん。噛んだけ、はい、おい油、いやオリーブオイル、おい油って聞こえはいいけど、でこれイカ、やばいイカ、絶対的にやばいイカ。これはね、ちょっとなんちゅうてもね、これなんでこんなやばいイカを買ったかっちゅうとね、300円ですね、これ。300円がね、なんと93円。3分の1の値段。半値より安い。7割引き。いや、知らんけど。7割引きやったら、買わな男ちゃいましたろ。ということでね、全く、これ洗うんかな。そっから悩むね。イカは幼虫おれんのかね。こんな。中ちゃんと洗おうか。腹綿取ってくれてる思うけど、腹綿取ってくれてるね。洗おうか一応。あ、洗ったらバチバチになるか、やめとこう。取ってくれてる、汚い綺麗って取ってくれると信じて行っちゃおう。行っちゃった。見よう見まねで、夜店で焼いてるとこも見てへん。噛んだけ。おお、すげえ、夜店みたい、ほんまに。うーわ、夜店みたい。でね、味付けはね、やっぱ塩っしょ、これは。塩しかないっしょ。塩しかないっしょ。でね、もう一個この秘密兵器まだありますね。秘密兵器をちょっと使わせてもらいますわ。めっちゃイカのええ匂い、めっちゃ嫁さんの匂い。これ絶対こぼしそうやな。うぃー、わかります、この嫁っぽいの。バターもあんねんけどな、バターにしようかな。けど、ここであるから、これにしよう。これ、一緒に焼くもんちゃうかな。後からかけてよかったんか。しまった。後からかけてよかった。やっぱりバターかな、ほんなら。バターか。確かあれバターも入ってるはずやねんけどね。どうやろ、味気ないかな。だけどこれ300円で買う人おったんかな。いや、おらんから残っててんやけど。けど何パックかあったいうことでしょ。300円で買うてる人がまあ5人か10人はいてるいうことでしょ。すごくないですかそれ。まあこれ当てにはなるやろね。人生発生やこんな。思ったより縮めへんかった。熱っ。
どこまで焼いたらいいかがわからんわ。もう一個ますね。もう一個ますね。これね、なんぼや。860円。1720円が860円。半値、これは半値か。半値より一人高い。これも普通やったらね、このまま冷凍庫にポンほかすんですが、ほかすんですが、じゃない。ういもう焼けてるよね。ほかすんですが、ほかすんですがね。はい、OK。OK 牧場。真っ黒焦げになった。あれ入れたら失敗や。ほかすんですが、これはね、もう僕ちゃんも成長したよ。僕ちゃんも成長したところを見てもらおう思ってね。勝手に成長話なんですが、次郎ちゃんの成長したのを見てほしかったね。間違ってたらすみません。間違ってたらもう教えてください。これをね、もう一個ずつ、一個ずつラップに包んで冷凍庫に入れよう思ってね。こんなん、一遍に食べれませんや、こんな餃子。超いいっしょ。これな、どこさん、めちゃくちゃいいんやけど、北海道産ですね。アウディさん、北海道の肉や。北海道はでっかい道。はい。北海道で興奮してる。で、これをね、こんな缶ですっせ。多分こういう感じでみんな、保管してはるんちゃいます？おそらく。間違うてたらごめんなさい。これをね、おいおいお前の方がうるさいっちゅう、ね、てめえの方がうるさい、ね、これをね、こうやってね、こうやってね、おいこれをこうやってみんな保管 してはるんちゃいます？間違ってたら恥ずかしいな。こういう感じで、こういう感じで、これ逆に凍ったらめくれるのかっちゅう話やけど、それめくれんかったら悲惨なことになるそれね。ラップが外れんみたいな。っていうかラップ発明した人も天才やねん。こういう感じで覆ってます。うわ、また同じこと繰り返す。覆ってます。これでこんなことでみんな、なんとかいうのに入れて保管してありますやん。ジブなんで、ジプロックっちゅうの。うわ、もうなんかが落ちるな、ほんまに。なんかが落ちるね。ジフロック。よいしょ。まあ、こんな感じでやってきます。けど主婦は偉いな。毎度言うけど、ほんまに。毎度言うけど主婦は偉い。けど思ったよりちっこいさ、一つ一つ一つが。これで一回で食べれそうやね。っていうか、これ焼いて食べんの？なんか、カツにしたらうまそうやね。あ、いた。けど、クレラップは正解やね。昔はね、こんな、もらいもんとかね、100均でも買ってもらいもんのラップばっかりやったんかな。なんかよく景品でくれますやん。ならもう、うわ、また来た。絶対こんなうまいこといきませんね。こうやってこんな絶対できませんね。安物はほんまに。
あーほんでガス凍ってきましたよ、ほんまに。もうサンデーの安物のガスがないからもう往生しとるん。ラスト痛いわこれ。でこれで冷凍しとくの、まあ、賢い母さんでしょ、賢い母さん。でね、確かジブロック、ジブロックもあるんすよ。大きいし、これをね、こうやってここにこう、きれいにお肉をね、もうどうせやから几帳面のとこ見せましょうか、几帳面のとこ見せましょうか。こうやってこうやって、おいーおいーお前がうるさいっちゅうね、お前の顔がキモいっちゅうの。これほんまに一日一枚ずつ食べようか。ほんなら一週間もあるわ。7切れある。これ最初だけちゃいます、肉でかいん。これ怖いな。でこれでこうやって保管しときゃ一枚ずつ食べれるいうことちゃいますの。みんな主婦さん、こんなことして保管してるんちゃいますの。知らんけど、どうやろう。気は心けど、これごっつい密封性すごいね。空気あんなに入ってたら空気入って思えたし。はい、これこのままあれしときますわ、冷凍入れときますわ。はい、成長しました。僕も成長したよ、お母ちゃん。はい、バイナラ。皆さんのおかげで成長してます、バイナラ。追伸、追伸、肝心要なこと忘れとった。肝心要順、これにね、絶対的に前作った料理でね、美味しかった。これをかけに忘れとった。料理酒。これメインやったのに、メインなこと忘れてるわ。はい、もう行きます。はい、これで絶対うまなるの間違いなし。最初にかけるべきやったね。めちゃ焦げてる。これで300円。ああ、最初にかけるべきやったね。気は心、こうやっとこうか。蒸し焼き。教えてくれ、あれ、何さんやったかな、なんとかさん教えてくれはってね、料理酒っちゅうのはお酒に何かが入ってるだけやるてね、みりんっちゅうのはお酒に何かが入ってるだけやるてね、あの説明めっちゃ分かりやすかった。だから料理酒とか買わんでいいんですよ、酒さえあればいいんですよ。酒さえあればその料理酒は酒と何かやから、その何かを混ぜるだけですやん。みりんは酒と何かやから何かを混ぜるだけだから、その方曰くね、うちはお酒しかないって言うてあったのかな、なんかそんなこと言うてあったよ。めちゃくちゃ分かりやすくないですか、その説明。はい、これぐらいにしといたろうか。はい、以上、追伸が長かった。はい、バイナラ、バイチャ。チャンネル登録してね。